皆さんこんにちは、衆議院議員の原口和弘です。今日は日曜日なのでですね、朝のご挨拶ではなくてこうやって、昼のご挨拶をするようにということにして、また宿舎に戻ってきました。今日はですね、佐の神様についてお話をしたいと思います。日本の文化はやっぱり稲作にすごく根付いてるんだなと思うのはですね、春になるとですね、佐の神様が山から降りてきて、そしていろんなものに宿って私たちに恵みをくださるというんですね。佐の蔵、蔵っていうのはいます、佐の神様がいらっしゃるところ、それが桜っていうらしいんですね。それから佐のつく言葉っていっぱいありますね。さみだれ、さつき、あるいはさおとめ、いずれもですね、自然にさおとめはまあ違いますね、神様のような乙女なのかも分かりませんけども、あるいは酒、神様が宿る飲み物、それを酒っていうらしいですね。それから海の幸、山の幸、神様がくださった ありがたい食べ物、これを幸っていうんですね。佐賀にもですね、古語がいっぱいあって、佐のぼりっていうのがあるんですね。佐賀弁の発音だとですね、イオンビになる、サナボリっていうんですね。サナボイっていうんです。リオイっていうふうに。でも、語源をこう辿っていくとですね、何かっていうと、サノボリ、田植えが終わってですね、田植えが終わって、神様が山へ帰られる。神様が、登っていかれるっていう、そういう意味らしいんですね。非常に興味深いなって思います。日本語は、本当にこうやって一つ一つをこう学ぶとですね、味わい深い言葉ですよね。もう一つ今日はまあ政治のお話、ツイッターで、まあ本当にアメリカとイランですね、というかもう、これもうどうしようもない状況を早く脱するようにと、まあ、いろんなことが分かってきましたけども、まあちょっともう本当に話にならない、国連憲章、アメリカだけがですね、そこから自由であるわけないですよね。戦争の違法化、これをですねずっとやってきて、武力行使ができる場合は旧約不正の侵害があって、他にそれを防ぐ手立てがない場合、ごくごく限られた場合に限るわけですね。で、ああいう、よその国、今回はイラクですけども、そうですね、終末論というか、アルマゲドンですね、ゴラン高原のあの丘ですよね、ゴルゴダの丘、本当に嫌なことが聖書に書いてありますよね。まあその通りにならないように、私たちはあらゆる努力を傾けるべきだというふうに思います。今日は本当にこう静かな神々しい、この夕日が雲に当たってですね、こういうまあもうじき日が暮れていくわけですけどね、明日もいや昼役員会があって、結集協議がどうなってるかっていうことの報告があると思うんですけども、今日はまあ政治の話はこれぐらいにして、もう一つですね、私が若い頃に、誰か一人の人を避けると世の中の半分を失ったのと同じだっていうことを教わりました。いろんな人たちを恐れを今
私の著書の平和っていう本をですね、朗読をして今8章まで来てますけども、第5章で水島ひろ子さんのアティテュードナルヒーリングっていう、つまり恐れを取り除くっていう、そういうアプローチについてお話をしました。今年の元旦申し上げた3つの平和のうち、心の平和ですね、その心の平和っていうのをどういうふうに実現していくかと。もちろん私たち政治はですね、人の心の中には入りません。入っちゃダメです。だけど皆さんが幸せだって感じられるような、誰一人取り残さない、そういう社会を作るっていうのは私たちの務めなんですね。で、そこでこの頃思い出すのはですね、Facebook 見てたら、私のものすごいお世話になった先輩が闘病している姿があってですね、しばらく見ないなと思ってたら、まあ癌で、まあ動けなくなってるんですね。で、クリスマス迎えました、お正月もこうやって迎えられましたって。ベッドの上ですね、僕は入院してた病院の写真見ると、僕は入院してたとこですね。で、本当に家族に見守られてですね、頑張ってるんで、頑張ってほしいなと思うんですけども、その人間の、その日本ではですね、半分の人ががんで亡くなるということが言われてます。まあ本当なんだろうかと思うけども、自分自身ですね、もう5年前になりますかね、結局もう命の危機を迎えて、まあその時は総選挙だったわけですけども、あの時にもういても立ってもいられないわけです。ものすごい痛み、それから全く動けない、トイレも全部ベッドの上、もういつまで経っても動けないどころか、もうどん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 もう体がボロボロになっていくわけですね。まあ今もそうですけども、フランケンシュタインって言ったらですね、そんなこと言っちゃダメだと、お医者さんがですね、頑張ってる足って思いなさいって、本当にそうなんですよね。頑張らせてもらってたんだけど、しかしもうあまりの高熱、あまりのもう吐き気、あまりのその嘔吐と下痢で、血圧はもう200ぐらいになってですね、このままいけばもう脳がやられて終わりなんだっていうふうに思うとですね、もうどうしていいかわからない。立って走りたいんですよ。だけど走れるわけないですね。足には障害固定装置がついていて、寝返りすら打てない状況ですからね。でも毎秒毎秒時計を見るんだけども、全然時計が進まない。でその時に、その奥江君に頼んで、私のスタッフなんですけども、般若心経をその書いて、それを覚えてですね、ずっとラジオでもですね、ずっと聞くわけですね。でも何回も聞いてもですね、まあ付け焼き刃っていうか、その全然その心は休まらない。私のあの先輩のですね、よくこの挨拶にも出てきますけども、伊万里の井出聡住職がですね、お前の命が尽きようとしてると、だから仏様が行ってこいと言われたと言ってですね、来てくれて、そしてそのなんと私が聞きたいと思ってた般若心経をですね、やってくれるわけです。でその時に不思議なことが起きたのは、手は動きましたから、いろんな検索しててですね、搭載がもうハッとするような、その総観音様、聖の観音様っていうんですけども、聖観音様の絵を見つけたんですね。もう本当に
救われるような、魂が現れるような、でこれ書いた人誰なんだろうって、どんなあれなんだろうと思ってスタッフにお願いしてですね、ベッドの上に置いていたらですね、その絵をですね印刷して、搭載画なんですけども、なんとその井出聡住職がですね同じものを持ってきてくれるわけです、くれたわけです。で、うわこれ一体誰のですかっていう話をしたら、なんと佐賀の人の搭載画だったんですね。しかも私の恩師のですね古賀先生って、古賀英語道場です、ね、古賀武雄先生ってもうむちゃくちゃな空手家でですね、東京外大だったと思いますけど出て、私たちが高校の時にですね研修に来るわけです、学校の先生になろうとしてですね、でももうむちゃくちゃなんですよその人、なんていうかな、もう破壊坊って言ったらいいんでしょうか、フランスの映画に出たとか言って、高校の授業ですよ、高校の授業でですね自分のフランスの映画の話をし始めるわけですね。でその映画もよく聞いてみると、非常にいかがわしい映画なんですよ、まあポルノ映画ですね、それに出てるわけです、空手教師の役ので。まあそんな話にはもうこと書かなくて、あの先生どうしてんだろうと思って、絶対先生になってないよなって思って佐賀帰ったら、やっぱり案の定先生にはなってなくてですね、地球市民の会っていうのを作って、ミャンマーとかバングラデシュとかですね、いろんなところでその民族や宗教国家を超えた枠組みを作ろうとしている人だったんですね。でその総観音様の絵はですね、なんとその方の弟さん、義理の弟さんの搭載画だったんです。草場和久さんって言って、地球市民の会でも私が会っている人で、こんなことがあるんだろうかって思ってですね、思えたんです。この思えるような雲、自分の中の命がですねもう一回こう燃え出した、消えようとしてるのがですね燃え出した感じがしたんですね。だからいろんな人たちがいらっしゃると思います、こうやって話をしてるとですね、自分夜眠れないんだとご相談もいただきます。私自身も ICU で3日間眠ることができませんでした。これ頭脳がまあヒートする、破壊されると思った時がありました。しかしその時に、まあ ICU じゃ無理だけど、こうやって太陽を浴びるとですね、あるいはそのさっき冒頭申し上げました神様ですね、いろんなところに宿っていると言われている木、そういったものをですね皆さんが私のところに来てですね与えてくださったんですね。あれ多分 MRSA が骨まで達してましたから、足も切らなきゃいけないし生きることができないような、そういうもう本当にそのこの世の中の地獄の苦しみっていうのの一つだったと思うんですけども、しかしそれでも助けていただいた、でその感謝ですね、お医者さんたち、看護師さんたち、スタッフの皆さん、その皆さんに恩返ししたいと思うんですね。でやっぱり明るくあったかいっていうことがとっても大事ですね。人はですね恐れを心に抱くと、恐れっていうのは人を蝕みます。今回のイラクでの米軍のそのトランプ大統領のがなんでああいうふうにやったかっていうと、ニューヨークタイムズにまあフェイクニュースかどうかわからないけども書いてあったのをそのまま言うと、もうイランがやりたい放題やるから、そのいろんなオプションを示したと。で、松なぎのために、まあ絶対これは取らんよなっていうのを入れていたら、なんとそれを採用したと言うんですね。まあとんでもない話で、今日58箇所ですか。
文化施設も含めて、報復するとイランが復讐したらと言ってるんですけど、もう本当にそういうのもうとても愚かなことなんで絶対にやめてほしいし、僕はアメリカの議員たちにもですねツイッター通してアメリカの議員の中にもこれはまずいっていう人いっぱいいますよ。だからぜひですね皆さんも声を上げていただきたい。国会にまた行ってですね、日本まだ何にも言ってないですよね。この間何も言ってないです。イランとアメリカの間のですねを取り持つとか言って親書を拒絶されましたよね。でもう本当にその冗談抜きで抜き差しならない状況になってるんで、やれることを、日本がやれることを全てやんなきゃいけないし、これまで何のその情報も出せないっていうのはですね、私はありえないことだし、確かにですね、日本の政治家でアメリカに物言うって怖いんですよ。本当に。何されるかわかんない。こちら敵国ですからね。しかも、向こうはプロテクタリアット。プロテクタリアットって日本語でなんてな、保護国って言うんですね。保護国。保護国の国会議員ごときが何を言うかと言って潰されるという話を何回も聞きました。まあ実際わかんないですよ、それは。しかし、やっぱり占領の名残があることはもう事実なんで、しっかりと独立に向けてですね、頑張っていかなきゃいけないし、平和に向けて、私たちの周りもから平和にしていくことが大事だなっていうふうに思います。もう日が沈んできましたね。こんな富士山めって、ね、です。じゃあ皆さん、良い夕べをお迎えください。また、夜、平和の朗読、歴史の第8章をやります。失礼いたします。